度目です。まあ、おかみさんね、一人でやってるんで、結構時間かかるみたいな、しかも、ランチタイムなんで、ちょっとね、せっかくなんで、これもなんかの縁かなと思います。ちょっとブラブラしようかなと思います。この右側なんですけど、伯備線の木の山駅っていう駅がありまして、特急やくもとかが見えるみたいなんですけど、こっちが多分駅入るところなんですかね。入っていきます。ああ、なるほど。多分ここがこっち側の入り口かなと思います。すごっ。他ないんで。チケット置いてないですね。外かな。置いてないですね。列車の中で多分買う形になるんかな、これ。ちょっとね、僕もよく分からなかったんで、いろいろ近くのね、交番に聞いたら、列車の中にその切符を取るのがあるんで、バスみたいな感じですね。なんでここに来るまで多分切符はいらないというか、列車に乗った時に切符を買うスタイルになるんで。
自分です。ユキニグランチ。はい、というわけで木の山駅からすぐ近くの場所でございましたけど、まあ、一応ねヤクも止まらないんであれですけど、鉄道でもね利用して行くことができるという喫茶店でございました。2度目の訪問なんですけど、あの前回も普通にね、あの夕方ぐらいだったんで、まあ、トーストとフロート系ですかね注文したんですけど、今回はもうランチタイムということで、あのプレートですね、焼肉セットを注文しました。もう完全にあのお袋の味といったところで、なんとなく懐かしい感じでした。興味ある方はぜひ行ってみてください。まあ、もちろんねこれ鉄道ヤクモとか通過したりするんで、それ合わせてでもいいかなと思います。